Ladies and gentlemen, the gymnast. アメリカ、インディアナポリスのここマーケットスクエアアリーナに集まった観客はなんと1万2000人。メアリー・ルー・レッドンのファンでいっぱいです。まずはレッドンの跳馬。レッドの跳馬は世界一なんですね。ちょっとですね、オリンピックの頃と比べると少し体重が増えたようですけどね。さあレッドン走りました。すごいスピードです。全身スカート跳び1回ひねりです。難度 D の技ですね。スピード、距離、高さ、空中の姿勢、どれをとっても文句ありません。ロサンゼルス五輪での10点満点逆転優勝を彷彿とさせるような跳躍でした。いい高さですね。姿勢も見事です。出ました 9.85。 さてレッドン2度目の跳馬。ふるさとのウエストバージニアにはメアリー・ルー・レッドン通りがあるという人気者。レッドン歩くところにすぐ人の群れ、握手するやつ、飛び上がるやつ、そのまま足を踏まれるやつ、迷子は出る、クレープの屋台は出るの大騒ぎ。また伸身の塚原跳びの1回ひねりですね。いや1回目よりちょっとね着地が乱れましたんですけど、大きさは文句ありません。得点は同じく 9.85。さあ日本期待の新人、昨年の全日本ジュニアチャンピオンの篠田美穂ちゃんが跳馬に挑戦であります。レッドンにはですね、今一つ言いませんけども、バネのある選手でね、雄大な飛び方をします。決まりました。着地もまとまって、これはいいポイントでしょう。ただの伸身の塚原跳びですけれどもね、決まってますからね。それなりの点数出ると思います。いい点数ですね。ここで塚原さんが場内アナウンスで紹介されましたね。いい顔してますね。いや塚原跳びの創始者ということでね、突然会場で紹介されたんですけどね。さて次は中国若手のホープ、ユーフェンの跳馬をご覧ください。おっと着地で大きく崩れました。着地失敗と技術欠点で大きく点を引かれるでしょう。先ほどのねレッドンと同じ飛び方なんですけれども、ちょっとレッドンに比べるとね、スピードと、踏み切り方なんかにもねちょっと問題があったようですね。さて2回目は頑張ってほしいところ。心を静めて走り出しました。おっとさっきよりはいいようです。ちょっとねまだ、スピード不足の感はありますけれども、ですね、足は痛むし心も痛む、かわいそうであります。しかし点の方は気を取り直して 9.55。 いよいよ登場。男子の体操は初っ端を飾って日本の外村浩二選手、ロサンゼルスオリンピックにも出場した期待の選手、現在床で4位につけ、得意のつり輪でベスト3入りを目指します。腕の筋肉、足の筋肉がビーンと張って、見ているだけでしびれそう。外村選手はですね、日本の代表的なねベテラン、そういう選手になりましたね。アメリカンカップも今回で3回目の参加ですね。大阪出身、日体大卒業で現在は企業銀行という27歳の筋肉マン。これからですね、2回転してフィニッシュのですね D 難度の技に入ります。ここです。これは伸身2回宙返りよりうまく決まりました。綺麗に決まったんですけどね、何を言えば着地の時ちょっと膝が曲がりましたね。ここでこのスローで分かりますけども、 9.7 を出して現在第3位。続いてアメリカのホープ、ティム・ダゲット。 UCLA で心理学を学ぶ22歳であります。ロサンゼルスオリンピックのあん馬で銅メダルを取ったのは見事でしたが、その自信がどう出ますか。スラーッと伸びた体に1万2000人の目が注がれます。さあいよいよこれから着地に入ります。さあ倒立からですね、着地です。3回、この D 難度の技ですね。スローですね。ここから1回2回3回、待ってますね。2回転でもすごいと言われた時代があったんですがね、このまま行くと一体どこまでエスカレートするんでしょうかね。例えばですね、鉄棒だと5回転までが可能だというようなことをですね言われてる話もありますね。
さてティム・ダゲット、つり輪で 9.7 を出し、あん馬が終えて 9.55、 現在トップ。お前がやるなら俺もやる。 D の応酬が過激になってまいりました。マーケットスクエアアリーナ、お次はお待ちかね女子のゆか運動。まずはルーマニアのダニエラ・シリバスちゃん、地元の受けを狙ってアメリカンっぽい曲でスタート。かわゆい振り付けもお尻もみんなかわいい、それもそのはずの14歳、お客さんも思わず手拍子。身長134センチ、体重27キログラムがマットの上を跳ねます。小さな体に大きな野望、難しい技を十分取り入れたシリバスの演技が続きます。塚原さん、かわいいですね。そうですね、なんかモダンでね、コミカルな、まあ、タッチな、そのコマネチ以来のですね、ルーマニアの伝統的なね体操と言えるでしょうね。各国それぞれにカラーがあるんですか？ソ連なんかはですね、非常にクラシックな、曲でですね、振り付けもバレエ的なことが多いですね。体操はなぜか小さい選手が多いようですね。まあ、体が小さい方がですね、難しい演技をこなすのに向いてるんですけどもね。だけど技術をマスターした後はですね、ダイナミックで大きい演技が求められるようになるんですね。そういう意味でもですね、選手の体型も大きい方がですね、有利になってきます。まあ、そこで4年周期でね、オリンピックごとに大きい選手、小さい選手のブームがですね、交互に来るようになってますね。最後の着地は何で決めるでしょう？後方抱え込み2回宙返り、これも D 難度の技ですね。お客さんもダニエラ・シリバスのキュートな演技に拍手喝采。出ました 9.70。 レットンの応援一色の会場ですが、そのレットンより送り出したのがこのコーチ、ベラ・カロリーさん。ルーマニアのコマネチを育てたのもこの人ですね。女王2人を育てたすごい人なんですね。さてレットン得意の床運動、まず何を見せてくれるんでしょう。スピードのある助走から1回ひねって2回宙返り、いきなり出ました、新しい技。まあ普通のムンサルトですね。難度は D ですけど、よくあるムンサルト、大きな動きの中にも光る女性的なサムシング、見事ですね。まあもう少し女性らしさが欲しいところですけどね。女性らしさは若干欠けますが、あのロサンゼルスオリンピックそのままに。まあ曲も振り付けも変わってますね。ですね。それにしてももう少し高さが欲しいところ。いや高さは十分です。高さは十分です。身長144センチと高さは十分。背はちょっと低いですけどね。背は低いけど高さは十分。よくわかんないけど、レッドと豪快な演技は冴えに冴えているんであります。宙返り、 D 難度の技です。大喜びのレッド、観客そしてコーチのカロリー、得点が出ました 9.825。 さて男子の種目は跳馬に移っておりまして、これからトップを行くティム・ダゲットの跳躍、泣いても笑ってもチャンスは一度しかありません。さあ思いっきり行ってもらいましょう。思いっきり行き過ぎて大きく一歩二歩前に出てしまいました。前転の時の屈伸のね、前方宙返りですね。まあ踏み切ってちょっとね、高さがね足りないのに、もっとその回そうとしたんですね。着地が追いつきませんでしたね。次は中国の大型新人ヤン・イウェさんの跳躍であります。現在ティム・ダゲットを追って第2位。いいですね。中国で期待される若手のホープですね。伸身のですね、側転跳びの4分の3ひねり宙返りですね。男子の4種目が終わったところで、今までの結果を見てみると、ただいまヤン・ユエさんが跳馬で逆転してトップ、2位は 0.1 ポイント差で追うティム・ダゲット、3位はお待たせ日本の外村浩二。2種目終わって女子は相変わらずメアリー・ルーレット 19.675 でトップ独走、2位は中国の新人ユーフェン、3位はルーマニアのダニエラ・シリバス。
白熱化してまいりましたが、女子の跳馬ではほとんどの選手が塚原跳びをやっておりました。じゃあ一体塚原跳びっていうのはどういうふうにやるんでしょうかね。私実はここにあの人形を持ってきたんですけど、もうあのこの跳馬にこの人いかにも体操には不向きななんか体型をしておりますけどちょっとあの塚原跳びを説明していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。できる最初にこう入るときにですね、ひねりを加えるんです。こう2分の1ひねりです、はい、こうです、はい、で反対向きにこう逆立ちになる、でこっからですねさらに、1回半ですね、ここから宙返りをするんです。こうああそして着地と。レッドの選手はですねもっと難しい技なんですけども、まずひねりを加えます。後方に1回半宙返りをするときにここで1回ひねりを加えていきます。そして着地と。ではそのレッドの選手をここでクローズアップしてみたいと思います。メアリー・ルーレッド、ウエストバージニアのフェアモントに生まれ今咲き誇る17歳、ロサンゼルスオリンピック個人総合優勝、アメリカンカップ過去2連勝をもぎ取った力はただものではありません。144センチ、42キログラムの小さな体からあふれるパワーにただ脱帽するばかり。笑顔がたまらなく可愛いレッドンは世界のアイドル。頑張れレッドン、ウィーランメアリールー。 Ladies and gentlemen, the gymnast。さて後半の女子の体操はレッドンの演技を中心にお送りしましょう。まずは段違い平行棒、入り方はどうですか。まあ、割と優しい技ですね。まあ、全般的にね、優しい技を無難にこなすというやり方のようですね。お、変わった技です。いや、あの彼女のねオリジナルなんですね。あの綺麗に決まりましたね。でもあの練習は大変だと思いますよ。着地は前方宙返り1回ひねり、綺麗に決まりました。車輪ですね。レッドンのオリジナルの技ですね。下半点から高棒の座ですね。 9.825 に客席は大喜び。塚原さんは行ってらして客席はどうでしたか。いやもうですね、もうレッドンフィーバーでも競技が中断されるんじゃないかと本当に心配でしたよ。そのレッドンが最後の種目平均台に登ります。じっくり見てみましょう。レッドン不得意な種目だけに気になるのはこの平均台の得点。2位のユーフェンが10点満点出しても優勝できる安全ラインは 9.50 であります。彼女の足は小さいんですが、小さい足は平均台に向いてますか。いや大きい方がいいですね。これは前方かかり込みの宙返りですね。 C 難度の技です。こうやって見てみますと全般的に男子の体操のような力強さがありますね。そうですね、もう少し女性的な柔らかさがね欲しいところですね。これは何でしょう。まあ、上背水平指示ですか。2秒間静止しなくてはいけないんです。綺麗に決めてましたね。さあ形を整えてこれから着地に入ります。後方の抱え込み2回宙返り降りですね。B 難度の技です。うまくまとめました。さあ 9.5 以上の得点が出ました。まあ、難度はですね不足気味ですけどもね、芸術性見せ方はうまいですね。優勝はおそらくレッドンでしょう。 9.85 が出ました。文句なしの優勝。これでアメリカンカップ3連勝。さて2位以下は次の通り、5位につけた篠田美穂ちゃん、されます。さて男子はどうなっているかというと、これはもう中国のヤンとアメリカのティムの大混戦。 0.1 ポイントリードのヤンの平行棒、高得点を出してとどめを刺すか、はたまたずり落ちて返り討ちに合うんでしょうか。赤いランニングがよく似合う北京生まれの19歳。その後パンダは元気でしょうか。
流れるような技が続きます。塚原さんどうですか。まあ、中国の選手はおしなべってそうなんですが、基本技術がしっかりしてるんですね。まあ、こういったの倒立の姿勢ですね、これなんかもよく決めてますね。難度を取り入れた技がちょっと足りないですけれども、素晴らしい出来だったと思いますね。ポイントが出ました 9.65。 さあ大立場のティム・ダゲット、ここはどう出るか問題であります。難度を高めて逆転を狙うか、楽して2位に甘んじるか。165センチ64キロ、マサチューセッツ出身、熱い胸が痛みます。塚原さん、ティムの演技はヤンと比べてどうでしょう。まあ、ちょっと難度の点でね、やはり世界のトップレベルと比べると今一つという感じですね。姿勢決定もちょっとありますね。まあ、しかし無難にですね、こなして、いるという感じを受けますね。 9.75 が出ればヤンと並びます。それ以上出れば単独トップ。さあ着地です。やりました。先ほどとヤンと同じ後方の抱え込み2回宙返りでしたね。いい演技が決まった瞬間、どんな気持ちでしょう。頭の先からつま先までじーんとしびれますね。ティム・ダゲット、しびれしびれた 9.75。 これでついにヤンとトップに並びました。残るは鉄棒の1種目。優勝争いが熾烈になってきました。ヤンとティム、練習の全てを出し切れるかどうかが勝負の分かれ目。あとは強靭な精神力にすがるしかありません。塚原さんはどっちが勝つと思いますか。私は現場でも見て結果を知ってますからね。ははー、ごもっとも。そうでした。さあヤンの鉄棒が始まります。お片手車輪からの銀河宙返りでしたね。今度はですね、片手車輪にひねりを加えてますね。難しい技です。飛び越しですね。あとのが銀河宙返りです。いずれも D 難度の技ですね。いよいよ着地です。伸身2回宙返り1回ひねりより着地も決まりました。さあ得点はどうなりますか。どちらかというと中国のヤン選手の方がちょっと良かったような気がしますけれども、まあ、折り方がですね、ティムの方が良かったですから分かりませんね。私まで胸がドキドキしてきました。